どうも赤崎赤星瀬尾赤星マシマシ TV よいしょ、さあ今回幕中、はい、幕中2回目ですね。前回ね赤星が行きましたリボ、はいはい、今回僕がね別メニュー頼んでますんで、そうだった、行きましょう。はい、じゃあね改めて、はい、立地の情報を、お茶の水駅、はい、新お茶の水駅、はい、神保町駅、そうね、全ての駅の真ん中にあるということでまさに真ん中、はい、みたいな、ね、ね、で明治大学の近くにありますのでね、はい、大学生の方もぜひということでね、はい、でこちらねあの食券なんですけども、まあ、タッチパネル制 で、はいはい、で僕つけ麺行かせていただいたんですけどね、そうなんだよね、今回しかも熱盛です、熱盛、はい、熱盛がねおすすめされてましたね、そうですね、これ行くしかないということで、で野菜油基本でマシで行きましたね、マシで、はい、でドリンクなんですけども、まあ、各種お酒ありますけど、僕は来た来たね、はい、来てます、理想のグラスですねこれ、キンキンのね、キンキンのやつですね、まずビールからまずビールから、お昼のね訪問ですけども、で赤星はものすごい前髪を気にされてます、赤星はまだ撮影してないですよこの時はね、で黄金比率9対1でいかせていただきました、黄金じゃないのよ僕でも10対0なんでだいぶ今回頑張らせていただきましたねキンキンだな、やっぱり朝日ですからね、辛口でとても美味しいですね、あそういう時もあるんだね、はい、着丼前から、あんたカイジで地下に落ちたらもう終わりでしょうね、いや終わりかよねすぐビール行くだろうね、うん、今幸せだろうな本当に、中星がね、あらなんかアルコールを克服しようとしてんのかわかんないですけど、さすがに美味しそうに見えんのよ結構、あーやっぱ人が飲んでるとね、うん、どうでした、いっぱい飲んだ、美味しかったねやっぱね、いや表情が違うんだよ口に合わないのかやっぱ、苦かったけどまあ、うん、徐々に徐々にいやいや徐々に徐々にそういう企画になってるかもしんないね、飲めるかもしれないし、まあ、もしかしたら今後成人したばっかとかじゃないなんなのあとこれなんなの おもろいなこれ、丼が来るまでの赤星がおもろくはないよ自由すぎる、違う人座ってた、ね、あで着丼ですね、あ来ました、はい、味玉行かせていただいてますね、あそっか、で極太とあの細い方を選びますんで、はい、僕は極太で行かせていただきました、極太でやっぱり行っちゃいますよね、はい、これはね、やっぱスープねちょっと後で言いますけども、ちょっと色がね、これ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 、そうなんですよこちら、横で気になってたよこれ、全然違うんだもん、いや僕もねびっくりしましたね、これデフォなんですけどつけ麺の、はいはい、ラー油の効いた酸味のあるスープということでね、やっぱあの二郎系のなんですかね、あのカロリーの高めの感じを想像してたんですけども、あ確かにちょっとさっぱりとした、いやものすごい食べやすくて僕はありがたかったですね、来た来た来た、これ中星言いましたけどやっぱハスミを連想させる、いやそうなんだよね、僕はハスミを超えたんじゃないかと思ってますけどね、ハスミ超え、うん、あら噛み応え抜群で、そうだな、うん、で対局なんですけども、うん、豚のほろどが、めちゃめちゃ、うん、崩れてるもんな、そうだね、お箸ですくっただけでね崩れてますから、確かに、いや僕やっぱねほろほろの巻き豚が一番好きなんですよ、あ歯がねえもんないやまあそういう理由もあるんだけど、まあ館内にも似てる、館内にも似てます、前も言ったけどやっぱ館内二郎大好きだから、あそかそか、ホロホロの巻き豚卿ですよやっぱり、気持ちよく分かります、うん、これね、で1枚目はねデフォでいきましたけど、2枚目はもうね、あつけ豚めちゃめちゃスープにつけて、まあ、ホロホロなんでねスープをものすごい染み込みますから、おいしそうに食いますね、 ありがとうございます、食いますこれ、うん、でそしてビール、はい、神的っていうか、まあ、やっぱ怪事だから悪魔的ですね、いやいや悪魔的とは書けないよさすがに、落ちてんだからあんたはもいやいや、いや店内もでも綺麗でねめちゃめちゃ本当にね、あそしてニンニクが別皿ですね、あそうだったんだ、はいそうなんですよ、つけ麺はほうほうほうでこちらはあの汁の方に、あ入れていくと、はい、うん、あいいでしょう、で強棒汁にしまして、強棒汁、うん、まあ、こちらにね投入しましてね、はい、でこちらもデフォとニンニク豆乳両方いただくという感じで、まあなるほどね、うん、やっぱ自分でどんどん味変をねしていけるということでね、はい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 、あ味玉、あ結構とろけてる気味の、そうなんですよ味玉ねこれね、でこちらあえて割って先になるほどスープをぶち込んでいただくということですね、はいはいはい、トロトロの黄身にね、ここで野菜、ここで野菜食うんだね、そうなんですよ僕、そう温存してましたここ、はい、野菜を、野菜をですね、でキャベツとの割合も非常にいいかなと思ってますね、はい、あ確かに、でシャキシャキ野菜で、あ野菜行く前に胡椒、あもう胡椒いっちゃいます僕は、はい、あ野菜カスタマイズしたね、ブラックペッパーで、いいでしょう、いいでしょう、ありがとうございます、行かせていただきまして、それを汁に、うん、はい。ぶち込みましていただきます。いかがですか、はい、一瞬で、え一瞬です。え？ちょっとあのこれ編集の具合なんかわかんないけど、うん、なんか
なんか飛ばしました。いや飛ばしてないですよ。あ本当に。ちょっとハテナが僕出ちゃった感じがします、ね。バニラアイスみたいな。いや違いますよ本当に。野菜を最後に行かせていただきました。あそうですか。はい、あなるほどね。野菜が最後目だったということね。麺をいっぱい食べた。まあ理由はちょっと後で説明します。あお願いします。はい。あ理由はね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あでも美味しそうだった。あっと。はい、でこちら今回も、はい、通常のレベルとビールレベル行かせていただきます。はい、ビールレベルがちょっと高すぎてよ。うまいのは分かんだけどさ。はい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 。それは厳しめに厳しめに行かせてもらいました。厳しい。95.4。スーパードライはうまいよ。うん。やっぱマシマシレベル、ビールレベル両方とも厳しめでしたけど。コップのね冷え方とかお店によって絶対違うと思います、ね。まあそれでね10点ぐらい増えましたね。あなるほど。やっぱお店の頑張りってそこもやっぱありますからね。なるほどね。うん。ところでさっきのは何なんですか一体。やっぱ極太麺にビビってしまいまして。うん、はい。腹持ちを考えて。はい。先に麺を一気にいって。あーなるほどなるほど。野菜を前菜ならぬ後菜という感じで。前菜。はい。そういうことですか。まあ一理あるかもしれない。うん。まあにしてもなんか野菜が一瞬で終わったからね。一瞬で。怖かったな。本当ですか。まだマシマシにしてないってことはあれぐらいの量ってことだ。そうですね。つけ麺の厚盛りを試してみてください。なるほど。はい、で一応最後にねちょっと言ってることがありまして、はい、この動画を最後に一旦お店に行くのが自粛されるということで、まさかラスト僕ということでそうですね。なるほど。一旦これで、休止して、はい、ちょっとおうち動画になるというシフトになりますので、はいはいはい、よろしくお願いします。また生きるようになりたいですね。なりたいよ、ね、なりたいよ、はい、シフトになりますだとバイトだから。いやシフトにシフトします確かにね。シフトだとバイトだから枕方で働かれてたわけじゃないですよね。間違いますはい、また美味しいのいただきたいんでよろしくお願いします。ね、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。